ヘイズ軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は157,107万7 7人であり、2000年の97,589人から61.0%増加した。軍庁所在地はサンマルコス市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ヘイズ軍は1848年に設立され、 軍名は、テキサス・レンジャーと、米国戦争で士官だったジョン・コフィー・ヘイズちなんで、名付けられた。ヘイズ軍庁舎別館、軍庁舎とは通り向かいにある、大役兵記年比アメリカ合衆国国政調査局に、よれば、軍域全面積は680平方マイルであり、このうち陸地678平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.28%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ヘイズ群島部では、幼稚園生から高校生までヘイズ統合独立教育学区の学校に入学する。2009年時点で3つの高校、5つの中学校、11の小学校がある。その他にサンマーコス統合独立教育学区、ドリッピングスプリングス独立教育学区、ウィンバリー独立教育学区がある。 高等教育機関として、サンマーコス市にある4年生のテキサス州立大学がある。オースティンコミュニティカレッジが運営する遠隔学習センターが3カ所ある。ありがとうございます。